さえこっち来ないさん、こっち来ないでさん、彼氏の前でチンポって単語を言ってみたら、女がチンポなんて言うなとキレられました。そらそうやわ。女が言うチンポはダメなのでしょうか、逆に 何ならキレられなかったのでしょうか。そらね、これはもう言わない方がいいよ。当たり前だよ。当たり前。それはあのなぜかっていうと、あなたが不幸になるから。それはなぜかっていうと、はいはいはい、エッチが楽しくなくなるから、うん、でしょ、うんうん、そうでしょ。でエッチとなるべく普段は遠のいてほしい、うん、いていただいた方が、うん、そういう行為が楽しくなるわけだから、うん、それは言ってほしくないですね。でも言い方変えたら可愛らしくなるかもよ。例えば俺今ポンと思い浮かんだ、うん、ポコチやね。あポコチン、うん、ポコチを略してポコチ、うん、これはね切れれないよね。可愛らしいな。ちょっとポコッチとかやったらもっと可愛い。ああたまごっちみたいな俗に言うポコッチ、うん、ポコでもああポコッチね。ごめんちゃん、マネージャーごめんごめん、カレーそのそもそもね、うん、僕はこのマネージャーを叱りつけたいです。撮影しているの知ってるのに、うん、ガチャって言ってそば持ってくるわ。ここに置いとくの、そこの外に置いとくのどう違うかね。ごめんごめん、喋ってる内容はそんな面白くないしな。そう、もう誰扱ってるタレントはおもろい会話してへんし、ポコチとか言わない。確かに頼むぜ。どうちゃうねんそこに。